オデッセイは、ホンダ技研工業が生産、販売する高級ミニバンである。ホンダが提唱した、クリエイティブムーバーの第一弾として1994年に発売された初代から、ホンダの機関車種の一つに位置づけられている。当時のホンダは、イスズ自動車から、ビッグホーンの OEM 供給を受けホライゾンとして、細々と販売していた程度で、RV を持っていないのが、 致命的と言われるほど、セダンクーペ以外の車種展開に出遅れ、業績が低迷していた。そんな中、開発費の厳しい制約から、アコードのプラットフォームを用いて、開発を行ったオデッセイは、発売間もなく同社の業績を回復させるほどの大ヒットとなり、同時期に販売されていた他社の類似車種とともに、テールーフミニバンブームの火付け役となった。 ボディサイズはコ度ドと同じ生産ラインに流せる限界のサイズとし、当時のワンボックスカーでは常識であった後席スライドドアを採用できなかったことによる感覚や四輪ダブルウィッシュボーンによる走りの良さが評価され、日本での大ヒットにつながったとされる。ファミリー層のユーザーだけではなく、当時ホンダが生産していたスポーツモデルからの乗り換えユーザーからも人気を得た。 乗用車ベースのミニバンとして、セダン同等の運動性能を持つほか、3代目以降は、低床低重心をキャッチコピーとし、なおかつセダンよりも広い室内空間を売りにしている。また、初代4代目までは、一般的なセダン型乗用車と同様、前ヒンジドアを採用していたが、5代目モデルでは、エリシオンとの統合による、さらなる低床化と、車高アップに伴い、 両側スライドドアに変更された。3列目シートの床下収納機構がシリーズ通しての特徴で、3代目では電動格納式のものも採用されていた。1994年10月20日に発表された。発売当初の月版目標台数は4000台程度と控えめであったが、当時のミニバンとしては低めの前行や四輪ダブルウィッシュボーンによる 走行性能、他人数乗り車イコールワンボックスカーという世間の常識を覆したことにより予想外の大ヒットとなり、後に生産ラインが増強された。シフトレバーは、コラムシフトを採用し、前席から後席へのウォークスルーを可能にしていた。エンジンは、F22 バイト型のみの設定で、アコードに設定されていた。ビテック仕様は、後のマイナーチェンジの際に採用された。 トランスミッションは、プロスマテックと呼ばれる4速 AT が搭載された。増加した車重に対して、最終減速比を高めたためエンジン回転数は、若干高めであり、以後のモデルに対して燃費が劣る。ホンダの同排気量クラスの車の中では珍しく、タコメーターが、標準装備されなかったため、発売開始から半年後には純正オプションとして、用意された。 グレード体系は B、S、L の3グレードで B は7人乗り仕様のみ S と L は6人乗り仕様と7人乗り仕様が選べる。それまで排気量2リットル以上の3ナンバー普通自動車クラスの販売台数では長年の旬位を維持していたトヨタクラウンを抜き去り1995年には125,590台の販売台数を記録。 1994年には日本カーオブザイヤーの特別賞を1995年には RJC カーオブザイヤーを受賞したヒットを後押ししたのはハード面だけでなく当時映画化されたアダムスファミリーの出演者を総動員した販売戦略としてのソフト面での成功もある初代は北米や欧州でも発売されたがアメリカ人の感覚では 小さい、狭い、非力と判断され、よりパワフルな V6 エンジン搭載モデルの登場を挟んで、ラグレートが北米仕様の2代目オデッセイとなり、独自の進化を遂げている。また、欧州市場では、ディーゼルエンジン車とマニュアルトランスミッション車の設定がなかったことが災いし、販売は振るわなかった。日本国内では、日の丸自動車グループの日の丸リムジンが、 ワゴンタクシーとして採用したほか、北米では、消排器量で非力だが燃費が良く、荷物が詰めて、効率性に優れるとして、イスズ自動車に OEM 供給されたオアシスと合わせて、ニューヨークのイエローキャブに採用されていた。1999年10月18日、同年10月23日から開催された第33回、東京モーターショーで出品される。 プロトタイプの概要を発表し、12月2日にフルモデルチェンジを発表が、翌12月3日、V63.0 リットル車は少し遅れて2000年1月21日。初代の大ヒットを受け、デザインやコンセプトなどは共通化されたが、先代よりスポーティー志向の走りとなった。エンジンは、先代の後期型と同様の F23A 型と J。 3 0ア型の2種類だが、j 3 0ア型は 200PS から 210PS と若干のスペック向上が図られている。トランスミッションは4速 AT と5速 AT が適用された。シフトレバーはそれまでのコラム式からインパネに移動され、同じコンポーネンツを持つアバンシアと異なり、S マチック付きのゲート式を採用。 エンジンの種類にかかわらず、それぞれ6人乗りと7人乗りが設定された。中国やオーストラリアなどでも発売された。中国仕様のみ、リアバンパーの運転席側にリアフォグランプを装備している。先代まで販売が行われていた北米地域では、代わりとしてより大型な現地生産者が、オデッセイの名称を引き継いで発売され、日本でも後に、 ラグレートとして販売が行われた。2003年10月17日、フルモデルチェンジを発表。新開発の低床プラットフォームにより、ミニバンとしては異例である、機械式立体駐車場へ、入庫可能の 1550mm という、低前行スタイルとしながら、3列シート7名乗車の、シートレイアウトを実現した。社名ロゴは、初代から継続されていた。 オデッセイからオデッセイに変更された。エンジンはアコードなどと共通の K24A 型の2種類のみとなり、先代まで続いた V6 エンジンを搭載したプレステージを廃止した。アブソルートのエンジンはボアストロークは他仕様と同一であるが、プレミアムガソリン仕様に改められた上で圧縮比が高められている。トランスミッションは M と L の FF には7足。 マニュアルモード付け CVT を、アブソルートや S よび M、L の 4WD 車には5速 AT を搭載。また、上級グレードにはオプションで4代目アコードワゴンに採用されている電動式リアテールゲートが装備され、L には電動格納3列目シートが標準装備された。乗員定数は7人乗りのみ。タイヤホイールはアブソルートが 前後17インチホイールを、その他のモデルは前後16インチホイールが装着された。ミニバンとは異なる運動性能やスポーティなデザインから、若年層やホンダが過去に生産していたスポーツモデルからの乗り換えユーザーに人気を博した。その一方で前後の低さに起因する開放感のなさを敬遠する向きもあり、 東大モデルのキープコンセプトとして登場した四代目では、モデル末期頃における販売台数低下の原因ともなった。2008年10月16日にフルモデルチェンジを正式発表。月間目標販売台数は4000台。FCX クラリティに似たフロントマスクとなり、テールランプは初代から継承してきた三角形から横長に変更され、 車幅灯は仙台後期型の LED から電球に変更された。また、四代目には新技術として、車両の挙動の乱れを安定方向にアシストする、モーションアダプティブ e p s や魚眼 CCD カメラにより、視覚の低減や車庫入れなどの支援をする、マルチビューカメラシステムを搭載する。また、初めて遺憾ボタンが搭載された。室内に関しては、 1220mm の室内孔は変わらず、室内長は 60mm 拡大された。2列目シート座面裏を削り込み、3列目シートの足元空間を拡大し、鉱石ドアの開口部も広げられた。視界に関しては、A ピラーを30%細めて交代させることで改善。2から3から2のシートは、全席で前方視界が確保できるよう。 V 字に配列した。過失は、フィット同様に、スペアタイヤを廃止し、過失床下,下のアンダーボックスを設置した。この恩恵もあり、車体重量は、先代よりも軽量化された。エンジンは三代目と同じく、K24A 型が搭載されるが、廃屋ガソリン指定の、アブソルートが 206PS23.7kgFM23.5kgFM。 その他が 173PS22.4kgFM にパワーアップされるのと同時に燃費も向上され特に M、L、LI の FF 社は平成22年度燃費基準プラス25%を達成したまた4代目ではアブソルートを含め全社平成17年排出ガス基準75%低減レベル認定を取得したトランスミッションは 従来同様 FF 車が CVT、4WD 前車と、アブソルートが5速 AT となる。また、アブソルートを除く FF 車のステアリング脇には、エンジン CVT エアコンの制御を燃費重視にする、移管ボタンが備わる。外観や、コンセプトなどを中心に3代目の特徴を色濃く、残している一方、足回りや車体合成、ステアリング性能が磨かれており、 特に走行性能は多くの車評論家、ユーザーから賞賛を受けた。三代目に引き続き車高を機械式立体駐車場に入庫可能な 1550mm に抑え、大都市圏の消費者を主なターゲットとした。しかし、モデル末期頃は大都市圏の消費者の間でいわゆる車離れが進んだこと、当代オデッセイはユーザーからステーションワゴンのような車だ。 と認識されがちだったこと、また駐車場に制約の少ない地方都市ではその車高が敬遠され、全高が高いハイルーフタイプのミニバンに人気が集まるなど、販売面では苦戦を強いられ当社の良い面があまり理解されないまま時代モデルにバトンタッチした。2013年9月26日に5代目の公式ティーザーサイトを開設し、車両の一部仕様を公開した。 先行公開された写真では歴代初となる両側スライドドアの採用と8人乗りの設定が明らかになった。11月1日から発売を開始した。エクステリアは2013年4月20日の上海モーターショーに出展されたコンセプトモデルコンセプト M に似たものとなっている。3代目以来の設計思想となる超低床プラットフォームが 大幅に刷新された。フロアの骨格構造だけでなく、フロア下の燃料タンクの薄型化や排気システムの、レイアウトの工夫等によって低床化を徹底。セカンドシートのステップ位置で高さを先代モデルから 60mm、下げた 300mm とし、全高を140から 150mm 上げた。これは超低床プラットフォームの採用により、 全高を高めてもオデッセイらしい走りを実現できると判断したためである。また、大開口タイプのメッキフロントグリルを採用し、スポーツグレードのアブソリュートでは、フロントメッキグリルの真下にメッキバーを3本配置し、エアロバンパーやドアロアガーニッシュの下部に、クローム調モールを配置した。リアのエンブレムは、リアライセンスガーニッシュ上に移動し、一体成型デザインとなった。 インテリアはインパネにソフトパッドを採用。3列目シートは3人掛けでリクライニング構造を3分割し左右席と中央席でリクライニング角度を変えることで各乗員の方に触れることなく3名が座れるように工夫された。2列目シートは乗員人数によって異なり従来からの7人乗り仕様はシートバックを倒すと連動で シートクッション前面の角度が持ち上がる構造となり、内蔵式オットマン、中折れ機構付けシートバックロイングスライド機構を備えた、プレミアムクレードルシートが採用された。新設の8人乗り仕様は、6、4分割スライドシートが採用された。なお、G とアブソリュートの FF 車は7人乗り仕様、8人乗り仕様の選択が可能で、EX 系は7人乗り仕様のみ。 B の FF 車及び全グレードの 4WD 車は8人乗り仕様のみの設定である。また EX 系はメーカーオプションで本革シートの設定が可能である。エンジンは次世代環境技術 Earth Dreams テクノロジーを投入し新開発の K24W 型を採用した。アブソルートはこれまでのプレミアムガソリン仕様から 無煙レギュラーガソリン仕様に変更した。同型エンジンを直噴化することによって、出力は、標準の 175PS から 190PS に、向上した。組み合わされるトランスミッションは、CVT となり、合わせて、ドライブバイワイヤーと CVT の強調制御、G、デザインシフトを採用した。アブソルートは7スピードモード、パドルシフトが備わった。 なお、燃費向上により、B は、平成27年度燃費基準を、B を除く FF 社、8人乗り仕様と4、WD 社は、平成27年度燃費基準プラス10%を、FF 社、7人乗り仕様は、平成27年度燃費基準プラス20%を、それぞれ達成した。足回りは、プラットフォームの刷新に伴い、形式を大幅に変更した。 アームやロッド類などの合成を強化し、前後に、ZFZAX 製の深幅加護型ダンパーを採用した。その他、液風コンプライアンスブッシュの採用、リアダンパーマウントを入力分離式に、バネ下重量の低減など、改良箇所は多岐にわたる。装備面は、自動ブレーキによる支援で、衝突の回避や軽減を図る、低速域衝突軽減ブレーキと前方に、 障害物がある状況でアクセルペダルを踏み込んだ場合に急な発進を防止する誤発進抑制機能で構成されるシティブレーキアクティブシステムと一列目シート用アイサイドエアバッグシステムとサイドカーテンエアバッグシステムをセットにした安心パッケージを新たに設定した EX 系は衝突の危険がある場合に回避や被害軽減を図る衝突軽減ブレーキを メーカーオプションに設定 g x アブソリュートアブソリュート e x にはカメラで駐車枠を自動認識しバックや重列での駐車時にステアリングが自動で回転して運転操作をアシストするホンダスマートパーキングアシストシステムもメーカーオプションに設定したタイプ体系は標準モデルとアブソリュートの2本立て構成を継続した標準モデルは ベーシックグレードの B、快適装備をプラスした充実グレードの G、上級グレードの GEX の3タイプ。アブソリュートは G の使用内容をベースとしたアブソリュートと最上位モデルのアブソリュート EX の2タイプ。販売面では新たなユーザー層を取り入れるべく先代モデルまで続いたダブルウィッシュボーンから高価格帯の車でありながら コンパクトカーで一般的な足回り形式へと変更したことや、オデッセイのアイデンティティの一つであった低い前行から、いかにもミニバンらしいスタイルへと大幅に舵を切ったため、それまで支持していたユーザーからは敬遠される結果となってしまい、メーカーの期待通り新規のユーザー獲得像には繋がらなかった。長い冒険旅行という意味の英語で、ギリシャ神話のオデュースエアを語源とする。 英語圏の発音は、オディシーが近い。初代二代目三代目四代目五代目。ありがとうございます。